手編みのせいだ、手に入れた。手編みのせいだ、なんだっけ。でんでれんでれんでれんで、ありがとう。ありがとう。俺は悟りを開いた。もう猫を殺める子供だ。あ、やめる。あれ、こんなに変わったっけ。スプーンのリボンがチクシクがつけてくれたのよ。こういうの見つかれたっていうの。見つかれたっていうんだよ。知ってたわ。そうなんですよ。あんたんちの猫、私に色目使っても二股でもかけるつもり。二股。おーの、すさまじいことになってんだ。なんかとんでもないあれだな。てってて、ベベベベベ。クリアじいさん、ちょっと待って。イベントを強制的にクリアしても、はい。このしょ、え、失敗？大いなる力のクリアを邪魔している。今回諦める。あ、どっちにしろダメってことなのか。そのなんかイベント、今なんか、あの、ゆずがなんかあの、行方不明になったみたいな。あ、七夕のやつだな。やろうとしてんだけど、あれか、なんか、やっぱ、かなんか、イベントによってあれなんかな。できねえんだな、きっとな。ちょっとこのままちょっと改めて見るか、ちょっと。僕と香りの物語。なんか、とりあえずまあ、なんか、海の絵に行って、なんかあの、なんか、とんでもないなんかあれだな、なんかあの。3、4課だっけ ?3、4課見てないのか。これあれかな、その毎月更新、なんかそうなんつうのかな。毎月更新されるのか、もしかしたら。出会いを突然に。とんでもない話になってくる。あー、そう、電車にあれか、あの、ぶっ飛ばされたのか、ぶっ飛ばされたんだな、なんか女の子にな。で、海の家に向かった。ひどい女だ。放り出すと荷物を持ってくれるように。まとめて一気に見れないんだけどな。ドアの鍵が開いてることに気がついた。店のオーナーが遅れた僕のために、あー、なんかあったね。人の気配がある。その場所にひょいと顔を覗かせた。キャー、気がちの女の子がいた。悪い悪い、僕は先生に素直に謝った。で、その、あれだろ、女の子がぶっ飛ばしたでしょ。で、ここであれだったんだよな。終わったんだよな。はい。ちょ、正義のハンマー手に入れた。お、ハンマー、正義のハンマー。おーおー、これ最強のあれなんじゃねえか。あれ、正義のハンマーってあったっけ。でもこれは相当あれなんじゃないか、強いやつなんじゃないか。あ、フックローブで杭を利用した移動ができると、いつの間にか。あれ、そんなあったっけ。いつの間にか、いつの間にかその覚えたの。でも能力値がなんかいつの間にかなんかとんでもねえことになってんだけど。もう凄まじくねえかなんか、518、430ってなんか、ドクター仲間になった時なんか120とかそんぐらいだったんだけどな。凄まじいけどなんかもうめきめきあれだね。もう強くなればなるほどあれなんだな。でれって。でーん、ででででーん。まあ、この旅行の、あれだな、あの、海の旅行みたいな。旅行か。何でも行ってないな。わー、なんかすげえなんか、ちょっと寂しいあれだね。いいな、チラリ。砂なんだか、砂なんだか、よくわかんねえなんだか。はい。さあ、旅行行くか、じゃあ。さあ、みんな行きましょう、じゃあ。みんなで行きましょうって言って、それであれだな、これでなんかもう、もうここまで大々的に用意しといて、なんかなんつうの。いいえ。これでだってさ、確かこれなんか兄貴にあれでしょ、なんか兄貴に話しかけたらなんかあれだなって、行かなくていいのかみたいな。なんかあったよね、それなんかね。もうそれ相当やべえぞ。相当やべえところじゃないと思う。いいのか、いいのか、ここまでやっといてないか。明日感じのテストがあるんだ。行きたいけど行ってられないんだよ。行きたくない、はい。そうするぞ。それじゃあ今日はもうおしまいだ。おやすみ。終わった。やばすぎだろ、マジでもう。今日も極めてるな。完全に極めてんだろ。もう激怒すんじゃねえか。そうそう、お母さんもうぶち切れじゃないか。勇気のハンマー手に入れた。お、いいんじゃないかい？いいですね。さあ、来たか？大さんが、お、来た！小川が突然に、いててて。顎の痛いに僕は意識を取り戻した。よかった。あ、ここは。目を開けるとそこに美しい女の人がいた。35歳前後だろうか。あまりの美しさで僕は言葉失った。どこも行きたくない。痛くない。女の人が聞いてきた。パク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 。どうしたの？口が聞こえなくなってしまったため喋れないんだ。まさか記憶喪失。女の人が僕に近づいてくる。気質がたるんで胸元が。急に僕は喋れるようになった。女の人の手を掴む。結婚してください。捜査権、捜査権で言った？いきなり言ってもおめえは、ドガッペシャ。カイザーナックルを押し込んだダイナマイトパンチが僕の後頭部に直撃した。完全に狂ってるんだな。第4課来るか。彼女の名は香り。痛いじゃねえか。後頭部を刺さりながら僕は叫んだ。さっきは焦り気絶したのに。なんでカイザーナックルで殴って平気な顔してるのよ。体質なんだよ。え？
カイザーナックルをはめている少女を僕は真面目にしてみた。彼女は僕を突き飛ばした。君は電車だった、通り魔。誰の通り魔よ。二人ともよしなさい。僕と少女の間に割って入ったのはさっきの美しい女の人だ。あなたはうちの店にバイトに来るはずだった人ですよね。おお。女の人は改まって僕に挨拶をした。自分はこの店のオーナーで、カイザーナックル少女は自分の娘だろうと。まあなるほどね。これ謝りなさい。少女は頬を膨らました。覗いたのはこいつだもん。私は悪くないよ。不可抗力だったのよ。違うね。この男は絶対覗こうとしたんだ。誰がお前の貧弱な体を覗いたりするかよ。少女と僕は激しくなりみよった。そしてお互いに拳を放った。僕と香織の恋の物語はこうして始まったんだ。なるほどね。やるとするか。よしするか。夏休みのにこんなに大勢幼稚園に遊びに来てくれて先生とても嬉しいわ。せっかくみんなが揃ってるんだからお勉強でもしましょうか。もう今能力値がもうだいぶ狂ってるぞ。とてつもないことになっちまってる。てんてん。やべえだろこれは。もう何がどうなってんの話だよ。はい。はーい。これで今週の幼稚園おしまいです。お帰りの時間です。また来週会いましょうね。てるってって。お？なんだね。マナちゃん、大変なことが起きているの。過去の印を持って洋画の4階に来てください。過去の印、はい。誰？あなたの力が必要なの。みんなの意見が必要。お願いね、マナちゃん。過去の印。これ新しいやつじゃねえかって言ったの。ドゥルンドゥルーン。マナちゃんがベッドで聞いた謎の声。謎の声は洋画に来てと言ってました。言ってました。一体誰なんでしょうか。え、誰なんだろうな。女の人なんでしょ、あれなんでしょう。誰なんだ一体それは。朝だよ。トゥルルルルルトゥ。洋館の謎がついにあるかじゃ。はいとか家とか言ってうなされたみたいだけど、悪い夢見たの。なんか変な夢見たんだよね。ついに洋館の謎が明かされるな。はい。ちゃんと頑張ってあれだぞ、あげてるからな。いいえ。あっそう。お前が言うことは知ってるから。俺はもう知り尽くしてるから。トゥ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 。謎のところな、あ、洋館なんか行けない、そう、行けないとこあったもんな。ちょ、そこ行こうぜ。ベベベッテーンデーデーデー。おい。同じ夢見るのは変、あ、そうなの？意味があると思う。ほう。夢見てよ、洋館に行けって。よし、洋館に連れて行こう。夢で見たんなら行ってみればいいのさ。簡単じゃねえか。トゥントゥントゥン。まあ、ドクターでしょ。デリリリー。さあ、噂の洋館に来ましたよ。てん。4階っつうかあれなんじゃない？これ4階でも行けなくね？こっから行くんじゃない？これもしかしたらあれなんじゃねえか？あ、行けないか。ちょっと待って。どうやってやんの？なんかあれか？なんか副所的なものがなんか必要だと思ったんだけど。まあ、じゃあこのまま行くわ。じゃあナチュラルに行けばいいんだな。てさあ、その4階とやらに一体何があるのかっていう、そういうあれだよね。そういう話をちょっとあれよ。これからちょっと。いや、これなんか一周目だとなんか全然なんていうのかな。分かってなかったからな。何がどうなってるのかっていう。お？誰？過去の印が光り出した。これでこの洋館は何なの一体。あ、なんだ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 。おー、これどこだこれ。裏山じゃなのか。おー、なんか出る、なんか出る。敵？あ、しかも誰が倒れてんじゃん。誰今の。デュルデュルデュルデュー。誰だ今の。うわー、悪意のボス猫はすげえいっぱいいんな。すげえ大量だぞ。お化けべじゃねえか。なんかすげえなんかいっぱいあるんだけど、適当に使わせてもらおう。ただもうこれで終わる可能性がある。使う暇もないかもしれない。やべえだろこの威力。一周目の時とはもう比較にならんぞ。しかもさらにこうやってリピートされる。トゥル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 。なんか恐ろしいあれ。ボス猫はなんか凄まじいあれだな、ね、見た目してるのなんか。テレテテーン。てん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 。誰この人。ドクターのお母さんとかかな。違うか。ヨールさん。はあ、かっこいいわ。
わけが満ちている。このままじゃ負けちゃう。悪いことな世界を追って。ほんほんほん。大丈夫か。おお。何みんないるのか。大丈夫。ドクターゲンナイ、君たちは。マナコちゃんが呼んだ人らじゃん。悪い奴はせっかくここに追い込んだのに。もうダメだよ。近い。先祖か。そういうことか。見た目一緒じゃん。デリン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 。誰がいいのこっち。もう自分なんか思わせぶりじゃん。なんかこっちは思わせぶりだな。いけないじゃん。いけねえのか。デリテテン。おー、なんかズームあれだな、なんかね。なんかこいつあれじゃん。懐かしのあれじゃねえか。デリ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 テン。ペンペンペン。病原菌。先生、声簡単に言えるか。何？なんたること。ルル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 。おいっぱいいるね。どっち行きゃいいんだ？こっちか？こっち行き止まりか。テリリリリリリリ。おお、なんかあれじゃん。謎の感じになってんだ、これは。おお、なんかやってるの？なんかいっぱいあるの？なんかわけわかんないな。これで？ああ、そうやってやるの、ね、なるほど。やるねえ。せーのかん。そらめちゃくちゃ強いあれなんじゃないですか。いいですね。こうか。しゃ。なるほどね。ちょっと話しかけようぜ。バテレン・ロリンス。あっはっは、笑ってる場合じゃない。なんか陽気だな。非常に陽気じゃないか。あ、これぶっ倒れてる。大丈夫かい。チク太郎。このままじゃマナコちゃん死んじゃうよ。マナさん、僕わけわかんないよ。わけわからんの、ほんとな。何がどうなってんだ、これなんか。こっち？おー。ルクロバから先に行けんだけどな。そんな人もいればな。え、これさ、え、連れて行けなかったらどうなの？連れて、ってかドクターに連れてこなかったらどうなの？こっちは、こっちは。こっち何？それで来なかったらとんでもないことになったんじゃねえか。ルルルルル。おお、随分なんかいっぱいあんな。広いな。なんかあっちは、あ、こっちなんか頂上じゃねえ。なんかあの、あ、そういうあれ、やっぱあそこに行かねえんだ。なるほど。じゃあ行ってみますか。おい、まあ、順番で、あ、そういう感じ。なんか分かれ道的なのないのか。ん、まあ、ちゃんとこれなんか場所がなんかあってないとダメなんだね。あそこだってよ。まだそういう系？さっと行ってさっと行ってさっと行けみたいな、そういう感じか。テリ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 。まあ一応手に入れないとな。ここでしか手に入らないのが何なんていうの、恐ろしいやるかもしれない。これなんだ、ゴッドキャンディーか。テテテリリン。随分広いね。しかしややこしいな。上はどうなってるって。あ、あ、行き止まりか。じゃあそこまで広くないんだな。デュリデュリデュリ。これやべえだろ、これ。この溶岩自体やばすぎだろ。てか、なんでみんなぶっ倒れたの？そんなに、そんなに敵が強かったってこと？そんなに敵がなんか恐ろしく強いの？それもとんでもない話なんだけど。てってて、リリリリ。あと、超えらんねえのか、あの。こうで。おー、倒れてる、倒れてる、倒れてる、ちょっと待って。え、気になる、気になる。ちょっと話しかけたいけど、ちょっと待って。この下、下なんだ、下。これで、お、なんかあるぞ、なんかあるぞ。何があるの、むしろ。あ、お宝か。そういうことか。ややこしいルートだったな。ほら、なんじゃこれは。勇気のボール。勇気のボールか。おー、随分上がるね。さあ、来ましたよ。大丈夫か。あなたたちは、来てくれたんですね。お願いします。この先にいる銅像に悪い心が宿っている。悪意。あ、この人が呼んだのか。このまま放蕩会に行かない。あなたたちの世界にも影響が出てしまうんです。ここで食い止めないと。未来の私たち。やっぱりここは過去なんだ。おー、なるほどね。任せてくださいよ。この伝説の、この伝説のご近所暴言隊に任せてくださいよ。ルルルルルルー、どうぞ、普通になんかあれじゃないか。
おやおや、倒したと思ったのにまた現れましたね。いくら来ても同じことです。全く同じことですよ。まあ余裕だろ。負ける気がしないもんな。ててててててべべべべべべ。弱った悪意だって。やる気になってる。ほう。まあいいんじゃないのか。もうとんでもねえからな、マジ。あ、しまった。ドクターの技使えよかったな。ちょっともったいなかったね。バシャバシャバシャ。もう敵もなんかあれでも だいぶしてるとやない。56当たってやる。おお。ドクター強くなってんな。恐ろしい強さになってる。これでもこれでやったらもうおしまいなんじゃないか。なんか覚えてる、ちなみに。うーやーた。びっくりメーカーだ。いや、多分これでおしまいだろ。56だぞ。480ってやべえな。てん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 てけてん。なんでなんで、やけに強いよ。せっかく力を貯めたのに、また1から出直しか。帰れ。お。ありがとう、未来の人たち。これであの影もおとなしくなるでしょう。そう。少しの時間だけですが。きっと未来であの影は力を蓄えているでしょう。ですからせめてこれを持っててください。お、なんだなんだなんだ。正義のハンマー。さようなら。未来の私たち。勇気は、あなたの胸の中にあるわ。いいこと言うね、なんかね。おお、この地雷村を未熟させてるなんて、我が娘ながらなんてすっとこ、すごい子ちゃんだろ。カツ丼。何事だ、一体。あなた一体何者なんでしょうか。もうすべてにおいて謎だよね。リルリルンリルンリルンリ、この曲なんか落ち着くな。よし、では、さらばだ。